はい、即果軸の久保です。今回はですね、この記事に対して色々と思いついたことを勝手にね、だらだらと話してみようかと思います。えー、まずタイトルですけども、竹中平蔵氏、私はたくさんの老害を見てきたらしいですよね。えー、そしてそこに成田さんが、竹中先生がスパッと引退されるのはというふうに言ってますよね。まあ、つまり、老害を見てきたっていうわけですから、じゃあ竹中さんがその老害を引きずれてみんなで引退しましょうみたいに声をかければいいんじゃないですか っていう風な論調ですよねこれっていうのは以前田原総一郎さんに対しても言ってましたねあの田原総一郎さんが日本は年寄りばっかりになったよとか言ってね自分のことを棚に上げて言うところでじゃあそういう人を引き連れて先陣を切って田原総一郎さんが辞めたらどうですかって言ったらいや私は辞めないよってねまさにその発想と発言が老害だということらしいんですけどもいかがでしょうかねはいでね ここに書いてあるのは、年金だけじゃ老後は無理って書いてますよね。何歳まで働くってことも議論されてます。はい。一つの例を申し上げます。山田健太さん、仮名なんですけども、61歳。えー、長年自動車メーカーなどで整備士として働いてきたんですが、転職を目指していると。うん、ここだけ見るとね、やっぱり60代の転職ってきついんじゃないかなっていうふうな気はしますよね。で、山田さんの年収は450万円ほどで、転職時の希望はそれを下回らない え、金額だというふうに話していらっしゃるということで、まあ、至極当然のことだなと思いますけども、どうですかね ?60 歳を過ぎて、転職のスキルを磨いてきたかどうかっていうのは、多分この方の現状と、また別のところで考えないといけないことかなと思うんですよ。入社して以来、その会社のために粛々と働いてきた方っていうのは、ま、おおむねですね、転職に対してのスキルがないんではないかなと私は思うんですよ。転職のスキルっていうのは、何もね、 今いる会社を辞めて同じような仕事をすることを指してるんではなくて、まあ、例えば、この自動車メーカーに勤務していて、経営とかですね、集客とか、利益を出す方法とか、それから人材育成ですね、こういったことに長けていれば、やっぱり転職先でもその力を使うことはできると思うんですよ。まあ、でも、毎日割り当てられた仕事を真面目にこなすだけの60代っていうのは、 さすすがにですね新規で採用しようとは思わないわけなんですよねでそこをまずは認識できているかどうかってことを私はいつも思うんですよまあそうなるとですね前にお話した例ですけども転職のスキルを磨いてきた人っていうのは当然転職後の年収って上がる傾向にあるんですよつまりは今この61歳の山田健太さんなんですけども会社の言う通りに働いてきて450万だとしたらですね えー、自分が自分の能力を使うことによって新しく入る会社にプラスアルファのパフォーマンスを出すんだったら450万円以上の報酬は見えると思うんですがこの61歳までやってきたことを他の会社でやることによって単純に給料だけ上がるっていうのはなかなかね考えづらいなと思うんですよそれだったら今勤めてる会社をさらに続けた方がやっぱお互いのためかなっていう気はするんですけどねまあ冒頭からちょっとねあのー 頭を痛めるようなあ私のコメントで申し訳ないんですけどもちょっと続けてみましょう山田さんには住宅ローンがあるさらに2人の娘に仕送りもしているため年金だけでは心もとないという確かにいつまでも長く働きたい健康であれば75歳までは働きたい、うん、これは仕事が好きで働きたいのか収入がないから働きたいのかっていうことが分かりませんけどもいかがなもんですかね、うん、75歳まで働いちゃうと うん働いた後の生活ってのはそんなにねじゃあ何十年もあるっていう感じにはならないんでできれば早くね元気なうちに仕事をまあ終わってですね、えー、まあ余生をしっかりと楽しむっていう方法もあるのかなと思いますけどもまあ仕事自体が好きっていうね考え方もありますからねはい人生100年時代の中で私たちは何歳まで働くべきなのか メーバプライムでは、あーパソナルグループ会長を務める竹中平蔵氏と言える大学の成田さんと議論したということでございます。ここからが本題ですよ。竹中平蔵さんがこんなことを言ってます。年金だけで生活できるわけがないと。うん、これはね、私わからないでもないんですよ。年金だけを当てにしている老後ってのは危ないよねって思うんですよね。で、ここにいろいろ書いてあるんですけども、年金だけで今後の生活が保っていけるか、 という不安から転職を考えるのがスタートとしては大きいと思うと説明されているということです。これはですね、えー、中島康江という方ですね。この方の意見ですね。で、そうした不安の声があるのに対し、年金だけでは生活できるわけじゃないと竹中平蔵さんが言われてます。まあ、竹中平蔵さんは年金だけでやっていけると思いますけどもね。でも多くの方は、年金っていうのは、自分の預貯金にプラスアルファっていう考え方をした方がいいよってことなんですよ。 で、ここいろいろ書いてますけども結局はね年金は何のために支給されているのかってことを年金を払ってる私たちがちゃんと分かっているかなってことこれは突きつけられてるわけなんですよどうですかね私たちは年金が2ヶ月に1回入るっていう制度のことすら知らない方が多いんではないかなと思うんですよねで厚生労働省からの発表によると厚生年金保険国民年金事業の概況によると2020年の年金平均月額は 国民年金、基礎年金が5万6千円。これじゃやっていけないですよね。で、厚生年金ですよね。厚生年金はちょっと手厚いんですけども、14万6145円ということで、2つ合わせて2階建ての保険だと20万円をちょっと超える金額になってきます。え皆さんはね、どちらがもらえそうですか私の場合は厚生年金をかけていますけども、基礎年金だけの方もいらっしゃるんですよね。うんまあ、主に言う、正規雇用の方は、 この厚生年金を毎月毎月月、えー、自分自身と会社が半分払ってくれてるんですけども基礎年金っていうのは本当にね私も全然仕事がなかった時代ここだけ入ってましたけどもうん5万じゃなーと、まあと当時7万くらいだったというふうに計算したんですけども、まあ、5万くらいじゃやっていけないですよねでこれから私がだからこれから50になりますけども20年後。 年金を受けてるような世代になってくるとこれが3万円ですとかね資産が別にありますけども毎月7000じゃないかなっていう説もあるんですよね <laughs> はいで、えー、国民年金受給者3596万人のうち基礎のみの受給者は863万人とまあ少数派の方でございますでその平均は5万あ数千円ということですよねさすがに863万人の方これじゃやっていけないんで年金をもらいつつ 仕事も探すってことになりますで、ここでね、ちょっとね、あの、あまりにも認めたくないことなんですけども、年齢を重ねると給料が安くなるっていう風に考えていらっしゃる方は、私はちょっとね、そういう風な年の取り方をしたらすごく苦しいんで、年を取れば取るほど自分の価値が高まっていく、自分の知恵とか、それから判断力とか、それから人への信頼度とかね、こういったものが、多くの コミッションを生み出すような年の取り方をした方がいいような気がするんですよね。で、一つには今からでしたら、あの、ツイッターでも何でもいいから、影響力、フォロワーを増やしていくことによって、高い給料がもらえるインフルエンサーになるっていう方法もあります。で、それは今からでもできることじゃないですか。で、私がね、50になりますけども、10年間かけて、60歳までに、えー、例えばインスタグラムのフォロワー10万人とかっていうのは目指せないわけじゃないと思うんですよ。でも、10万人になったらどうなるかっていうと、 その10万人の営業力のあるアカウントを持っている久保哲郎を雇いたいっていう会社は必ず出てくると思うんですよ。なぜなら宣伝広告費が毎月の給料40万50万でペイできるんだったらものすごく会社としては得だからですよね。こういった考え方を持っているとぐーっと戻しますけども、この山田健太さん、ね、61歳ですけども、じゃあ50歳の頃から10年間かけてツイッターのフォロワーを5万人にしてきましたっていうふうな、プラスアルファの付加価値があれば、 年収450万以上で働くことは十分可能だというふうに私は思います今更言ってもなってことがあると思いますけども今更なんですよ確かにでも10年後にどんな自分になるかっていうのはやっぱり自分で決めて自分でそれを培っていかないとなっていうふうにも思うんですよねこれはどんな制度だろうとできることなんでねやっぱりまあでもねやってこなかったっていう人も多いと思うんですけどもそういう場合はじゃあ 転職のために何をやってきたんですかってことがやっぱりね突きつけられちゃうんですよねはい。で、竹中平蔵さんなんですけども年金はあくまで保険なんだそれだけで生活できると思ったとのコメントが番組には寄せられたんですが竹中さんはこういう風に言っています 年金がどういうものなのかという教育を小学校からちゃんとやらないといけないというふうに言われてますね。まあこれは主に親がね、年金について子供に語ってあげるってことが大事なんじゃないかなと思います。学校では多分やってないと思いますんでね。学校でやってない部分を家庭がやると。家庭ができない部分を学校にお任せするという形で、教育ってのは家庭と社会と、おそれから学校というね、三、えー、者でやっていく部分があるのかなと思います。もちろん自学自習ってのもありますけどもね。 で皆さん、自分が年金をどれくらいもらえるか分かるだろうか。年金は2ヶ月に1回支払われることも知らないだろう。私ももらうまで全然知らなかった。だから年金についてちゃんと教えておかないと。そして、どのくらいの期間自分を働いて、どのくらい貯めておこうかという設計がないと、やはり困ると述べたというふうにあります。私もこれ、思いますね、当然ね。竹中さんの言うことは、あの、まあ、これはそうだよねって言えることでもあると思うんですよ。全部が全部竹中平蔵さんが悪魔じゃないですからね。 はい。で、2ページ目なんですけども、では、人生100年時代の今、何歳まで働くべきなのかってことがあります。まあ私はね、50歳ぐらいまでに型をつけたいなと思うんですよ。残りの50年。まあ実際にはね、100歳まで生きる人って少数派なんで、そうは言っても。だから、50歳から自由な人生が始まっても、正味、うん、20年とか30年ぐらいじゃないですかね。健康に楽しく生きていけるのは。うん。それから肝心なことに、私もこのし年になるとね、 親に対して何ができるかなってことを考えちゃうんですよ。そうなったら、50になっても忙しいと、なかなかね、親に会うのも年に1回みたいなことになっちゃって、まあ十分な、あ見送りができないのかなっていうところもありますんでね、その辺のバランスもあるかな。で、成田氏は長く働くようになってきて、一個大きな問題だと思ってるのは、普通引退するよねっていう年を超えると、安く働く人が多い傾向があるんじゃないかなってことです。まあ、つまりね、 60代とか70代で、まあ、仕事を辞めて別の仕事に就く場合あの思ったよりも安い給料で働く人がいるっていうのは迷惑だっていうことを言ってるんですよね、まあ、な,なんせね年を取った方が安く働くと労働市場の賃金っていうのがそこで固定化されちゃうんですよつまり若い人が高い給料で働くチャンスがなくなっちゃうんですよねうんだからそういうことを言われてるんだと思いますこれはね冷たい現実としてちょっと覚えておかろうかなと思いますけどもね えー、まあこれが書いてるんですよそれによって現役の人たちの生活水準あ賃金水準ですねこれを下げてしまっているような気がしていると長く働くのはいいけれども安売りしないことは大事だと思うとの見方をました。うんだからやっぱり年齢を重ねると高い給料じゃないと働かないよっていうふうな気持ちも大事だし、えー、高い給料で雇ってもらえるような年の取り方をした方がいいよってことなのかなと思います難しいでもやっぱり理にかなってるなと思いますよね やっぱりね、あのー、20代や30代の人っていうのはできれば60代70代以上の人に学びながら生きていくって形がやっぱりね年を取って敬意を持たれてそして年、えー、を取った人に敬意を捧げるっていうふないわゆる純日本の伝統的な生き方なのかなと思うんですよ昔もね隠居ってのがあってご隠居ってのはねいつも尊重されてたのは隠居しても働かなくても知恵があったから人脈を持っていたからなんですよね で、現代の、まあ、隠居の年っていうのは、だいぶ、う年齢を重ねて、例えば65とか70とかにしましょうか、それ以上の方。うん。あの、若い人に頼られるような人脈とか知恵を持ってるかなってことを考えたときに、もしかしたらね、仕事しかやってこなくて、あの、仕事の現場を離れたら何もなかったってことになっていませんかってことなんですよ。ここは本当にね、要注意なんですよね。うん。だから、仕事の内部で、 学んだことを培ったことを仕事の一つにどんどん発信していくことによってインフルエンス力をつけておくっていうのも今の時代に合わせた一つの方法だしどうやったらフォロワーがいっぱい増えるんですかっていうふうにやっぱ10代や20代の人に聞いてもらえるようなそんな60代70代以上のまあそんなね人物像になっておけばきっとご隠居っていう感じでね敬意を集めることができるんじゃないかなと思いますだから若い方が 学びたいような年の取り方をするってことですかねはいえー、そして我々は何歳まで働くべきなのかその問いに竹中氏は私は若い頃からたくさんの老害を見てきたとして次のように話すということですんであとはね記事ちょっと読んでみてくださいもう私から言うのはちょっとねはばかられますんでそんなに長い記事じゃないと思いますからよろしくお願いしますじゃあ今日は以上ですちょっと長く話しちゃってすいません